長崎です。ちょっとこちらの、副館長さんですね、ちょっとお館話を長伺でえるす。ということでですね、こちらの珍しいちょっと像について、ご紹介したいと思います。日本の銅像探検団ではですね、こういった見慣れないというか、あまり知られてない像の紹介もしていますので、詳しい、方がいらっしゃるので、ちょっとお聞きしたことお話を伺えるということだったんで、はい、それではお願いします。ここが祈りの丘絵本美術館といいまして、1階が子どもの本の店の童話館で、2階と3階が絵本の原画を飾っている美術館なんですけど、この銅像がですね、うちのオリジナルで、1990年の6月に建てた時に作ったものなので、21年になるんですけど、大体の絵本の世界にいざなうというのがテーマで、よくこれ見てプーさんっていう子供が多いんですけど、そうですね、子ク熊とマ。男の子で、で絵本の世界とか物語の世界って熊って案外多くて、子熊って物語の世界を象徴してるもので一応うちの絵は捉えてるんですよ。で、その子熊が男の子を絵本の世界、物語の世界にいざなってるっていうコンセプトで、この銅像は先代の川端といううちの社長になるんですけど、先代の方が。そうです。考えてデザインして作りました。そうだ、完全にオリジナルですそうよです。で、ね。明日はきっとってちょっと文字が見えると思うんですけ見えど、ます。その絵本を男の子が持ってるんですけど、その「明日はきっと」という絵本がうちの童話館出版の、代表的なといいますか、子どものためでもあり大人のためでもある絵本なんですけども、その絵本を持って子熊と一緒に物語の世界へっていうのを入り口に置くことによって、もちろんこの木のドアから絵本の世界へ、物語の世界へどうぞってお客様をいざなうという、そういう銅像です。ですね。素晴らしいお話、ありがとうごいざやいや、いまこんす。なもんでいいんでしょうか。大きさも何か意味があるんですか。ちょうどここに合うようにっていうことですそうかでね。す。例えば男の子のその想像でもね、実際の身長に近いものなのかとか、そういうことではない。ただ、そうですね。モデルとなった子はちょっと今すると思うんですけども、いる。大体あれぐらいの、大ど体のくどうでらしいだょう。ろう、3、小学生、まだ行ってな行っていですないぐからいですね、かね。まだちょっと、年中さんぐらいな感じの、そうですね。あの絵本もちょうど4、5歳ぐらいから読む絵本なん本が大きくで、見えますけそどうね。子供が小さいんですよね。A4 ぐらいですかね。です。そうです、そうです、A4 ぐね、らいの絵やっ本ぱなりんモですデけルがど、いて、それに近い形で、絵本のシーンで、子熊に何かを教えてるシーンなんですか、これは。子熊の方が男の子を物語の世界へいざなっいてるざんですなっよ。てると。子熊の主人公というのはすごく多くて、なるほど。そういうことなんですね。わかりました。ありがとうございます。ちょっと周りもね、すごい建物自体は古いんですか？21年前にここを建て同るときじ、に、じゃあそう同です時す。にという。なので、よく以前は何だったんですかって、古い建物なので聞かれる、みたいなので聞かれるんですけど、そうでこすのね。辺の南山での景観に合うように、ヨーロッパの赤レンガとかを使っているので、ちょっと古く見えると言いますか。いや、建物合ってますし、すごい、雰囲気がすごいいいですよ。いや、ホテルの部屋からずっと見てたんですそうよ。なんですか。 そこ、裏バーなんで。ただ今見たらすごい下が絡まりすぎて、ちょっとそうです見てね、半分上ぐらいしかちょっと見えなかったですけ緑緑しど。すぎてます。いいあとです長崎の独特ね。な特徴が和洋折衷、やっぱし出島があるのそうでで、すね。なのでここからは見にくいんですけど、和の瓦、和瓦を使っ和て瓦。て、なそるれほでど。ヨーロッパのレンガなので、一応明治の初期ぐらいの日本のいいところと、ヨーロッパのいいところを合わせた和洋折衷な建物異に。国の文化と日そう本でのす。和とね。だから上から部屋から見てたら、瓦ね、合ってるんだけど、また異国の文化もありっていうね、教会とかいろんなものがね、そうですね、上はお寺と神社と教そう会ですよがね、一緒にあ一ると緒こにろなっても、るっていうね。長そうで崎すは案外か。そういうのがよわかくり見まらしれます、た。ところどこじろゃあ、で。象のご紹介でした。ありがとうございありまがしとうございた。ます。